皆さんこんにちは。本日は国公立大学の総合型選抜、学校推薦型選抜の対策、特にですね、今回は学校推薦型選抜の志望理由書に、フォーカスをして話を進めてまいります。本日は山内さんとの対談形式で行っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速国公立の、学校推薦型選抜の志望理由書ということについて話をしていくわけなんですが、これ総合型選抜、まあこれ国公立私立問わずなんですけれども、総合型選抜について、取り組んでいる、チャレンジしようと思っている方、志望理由書ってどういうイメージありますか？人によってはですね、結構なボリュームがあるなだったりですとか、ここだけで一時の合格が決まっちゃうケースがあるから、なかなか負担だなというふうに思っている人っているんじゃないでしょうか。同じように一般入試 をメインで考えているけれども、まあ興味がないわけではない、ただやっぱり書類がプラスアルファで入るなんて時間がなくて負担だな、増えるとちょっと大変だな、しんどいなって思う人など、やっぱりですね、志望理由書っていうものには様々、思う人、捉えている人が多いと思います。じゃあ実際のところどうなのか。これですね、大学ごともちろん違ってはくるんですけれども、負担の少ないところっていうのも選んでいけばあるんです。そのあたりの真実をですね、今日は、お伝えしていきたいと思います。総合型選抜と違って、一時書類だけで不合格になるというような大学というのは比較的少ないという印象があります。つまり必ず試験会場には行ける。もちろん出願資格として英語資格だったり評定平均だったりっていうのが出てくることはありますので、そこは見ないといけないですよ。ただ志望理由書っていう土俵に立てば、そこだけでやられるっていうケースは総合型選抜と比べると比較的少ないのと、あと字数ですね。字数もやっぱりこう、難関私立大学ってなると2000字3000字みたいなところだったりですとか、その他添付資料が要求されたりっていうところ様々なんですけれども、比較的国公立の学校推薦に関しては、まあ例えば A4 1枚とか800字で収まるとか、少ないところだと400、500字で収まるみたいな形で、いわゆるそこまでのウェイトではないというところもありますので、どうしてもこういったものって、特に一般入試を頑張っていた人が学校推薦型選抜もっていう風になると、ついつい書類の負担が増えるみたいな風に思われがちなんですけれども、大学を選べば、まあプラスアルファの負担というのは抑えられる大学というのも多くなりますので、そこはちゃんと計画的にリサーチをしながらやっていきましょう。あとはまあ、実際に志望理由書少ないケースも多いですよということをお伝えしましたけれども、何か志望理由書をこう作っていくにあたって、まあ、字数の多い少ないはありますけれども、何かこうここから志望理由書っていうものを改めてこう作ることを考えたいっていう人にとって意識した方がいいことって何かありますか？ですね、大学のパンフレットやホームページで言ってることをコピペして貼り付ける人がいるんですよ。本気でやめてください。〇〇大学国際学部がグローバルな教育をやってるので私は入りたいですみたいなって言うとみんな笑うんですけど、本当に最初みんなこういうことやるんですよ。でそれって他の人も言いますよね。聞きたいのはあなた一人が何をやってきたかなんですよ。なのでみんな入りたい大学好きなのは分かるんですけど、その自慢をしたら基本ダメだと思ってください。もちろんその要素は入れていいんですよ。いろんな学校を調べた中で〇〇大学のこんな教育素晴らしいからぜひそういうところで学びたいけれど、それで終わりじゃなくて、そのために私が積み上げてきたもの、こっからが個人戦じゃないですか。なのでちゃんとそれを考えないと、高校生から見たら大学ってすごい世界に見えちゃいますが、すごいのは大学というよりはあなた個人なんですよ。私がこれを頑張ってきたっていうものが大事なんだっていう点を忘れないで、まあ、しっかり考えておいてほしいですね。はい、ありがとうございます。まあ、一般的に志望理由書って、まあ、過去現在未来の流れといいますか、自分自身がこんなことで頑張ってきた、これは別にですね、秀でた実績がすごいっていうことを自慢してほしいわけではなくて、そこの中で何を学んだかとか、そこでどういう問題意識を持ったかっていうきっかけの部分っていうのが、まずしっかりと強調されていて、その上で自分なりに大学でどんなことを学んでいきたいのかだったり、
まあ、これはですね、自分がどんな専門性を持って研究したいのかだったりですとか、自分がどんな社会的な課題を解決していきたいのかっていうところについての、まあ、考察があって、じゃあそれを、まあ、自分なりにも勉強してきた、考察してきたけれども、さらに深めていくためにはやっぱり大学での学びが必要である。で、特に大学〇〇大学ではこういうふうに勉強をしていけるから、自分自身のテーマ設定とぴったりである、だからあなたの大学に入りたいんですっていう、これが流れとしては王道になりますので、まずこの王道の流れというのは知っておいてください。ただし、先ほどからお話ししているように、比較的志望理由書の負担、特に字数という意味でボリュームが少ない大学についてはですね、まあそれを全部盛り込むって難しいとは思いますので、やはり自分自身が何を頑張ってきたか、ただ繰り返します、自慢大会にはならないでください。ここはあくまでも自分自身がどういう力を持っているのかと、きっかけっていうところを重要視して、じゃあそのきっかけと学びたいことと、なぜその大学であるかっていうところをシンプルにまとめていくっていうふうにすれば、それが受かる、勝負できる志望理由書っていうふうになってきますので、その点はしっかりとイメージをしてください。あとはその上で、特にメインとなってくるような面接や小論文というところをクリアすれば、特にね、共通テストのないところについてはそれだけで合格というふうになりますので、もちろんこれは大学入試ですので、油断できるものではないです。推薦だから簡単というものではなくて、ちゃんと大学ごとしっかりと求められているものはあります。ですけれども、それをちゃんと理解して、アドミッションポリシーということを理解した上で、しっかりとですね、対策をして、合格、一般以外の選択肢として国公立の学校推薦型選抜というものの合格も勝ち取っていきましょう。では、その国公立の学校推薦型選抜について対策をしていきたいという方、先ほども言いましたけれども、チャンスは多いです。もちろんどういった方式になるかによって、負担感、どこに負担がかかるかというのは様々です。ですけれども、やはり志望理由書や面接小論文一人で仕上げるというのをにはなかなか負担がかかります。ですので、ネガスタであればその点というのは最短距離で、指導ができます。なぜかというと、メガスタではどういったところを大学が重視しているのか、志望理由書ならこういったところが、面接だったらこういったところがという基準というものというものをしっかりと把握した上で、それに裏打ちされた逆算型の指導というのを行っていくので、最短ルートで合格に導いていきます。ですので、メガスタにおける、対策というものを、やってみたい、ちょっと対策について検討したいという方や、もうちょっと詳しく、この国公立の学校推薦型選抜について知りたいという方については、メガスタではオンラインでの、学校推薦型選抜や総合型選抜の説明会というものを行っております。さらにはですね、ご希望の方には資料も、無料でお送りさせていただいておりますので、それぞれですね、ご興味のある方はご案内が概要欄に、記載されておりますので、そちらからですね、お問い合わせをいただければと思います。それでは本日の動画は、以上となります。山内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。